日本が立地する極東アジアは、世界有数の軍事力を有する国々が対立関係にある世界的にも毛内域だよね。日本にとっての主な対立国は中国と韓国になるのかな。北朝鮮も外せないよな。何にせよ、総じて過激なスタイルは否めないぜ。だからこそ、日本も比例して軍備を整える必要が出てきちゃうもんね。本当にそうだよね。さて今回は上述した部分を踏まえて、日本の最新鋭護衛艦最上型多機能護衛艦について解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。軍事力ランキング2019年度版では、中国3位、日本6位、韓国7位、北朝鮮18位、台湾22位5カ国は、世界的にも上位に位置しており、中国と北朝鮮は強大な軍事力と核保有によって、周辺国 A に対して威圧を強めている状態だよね。直接的な脅威の少ない西欧諸国は軍縮を進め、軍の弱体化が進行しているけど、極東アジアは主要西側諸国とは異なり軍拡が広がっているんだ。そのような中、中国からの圧力が日増しに強まり、中国海軍に比して数的劣勢を強いられる海上自衛隊は、質的な優位性を確保するべく、沿岸防衛を担う地方隊に所属する旧型護衛艦の後継艦として、新型護衛艦の大量建造に踏み切ったよ。それが、最上型多機能護衛艦 FFM だね。最上型護衛艦は、近年の米海軍での軍艦開発の失敗を教訓として活かし、海上自衛隊の課題人員不足予算不足にも対応すべく開発された護衛艦となっているよ。米軍において、低コストかつ多目的に運用可能な軍艦として、LCS 沿海域戦闘艦が開発されたんだけど、LCS はフリーダム級とインディペンデンス級の2種が建造され、この艦は、多種多様な任務を遂行できるように複数の装備をモジュール化総海装備対水上戦装備対潜水艦戦装備し、任務に応じてモジュールを付け替えることで、5つの艦で様々な任務に対応しようとしたんだ。これが成功すれば、総海艦などの専用艦を廃止することでコスト削減につながり、5つの艦種で多様な任務を遂行することが可能となることで、戦力の柔軟な運用が可能となるはずだぜ。この LCS の運用思想は、中小国規模の遥かに格下の軍隊に対応する場合やテロリスト相手の不正規戦闘など、低強度紛争への対応を主眼としたものだったけど、2010年代以降、実際には、ロシア軍の復権、中国軍の台頭により、正規軍同士の高強度紛争への対応力が問われることとなり、満載排水量が3000トン前後の小型で貧弱な武装した持たない LCS は、実戦では使い物にならない代物となってしまったんだよね。さらに LCS の肝であるモジュール化した装備の付け替えについても開発費用の高騰、モジュール装備の付け替えの困難さ設備の整った港でしか付け替えができないなどにより、実運用に耐えられるものではなく、2014年2月に LCS 建造計画は中止となったんだ。日本においては、最上型護衛艦の建造計画当初は、米国の LCS のような艦を検討していたけど、米国の失敗を目の当たりにして仕様を変更していて、米国の LCS ほどには冒険をした設計をせず、堅実な内容の設計としたんだ。しかし、堅実であるとは言っても日本が誇る護衛艦建造技術の域が集められて設計された艦だから、世界でも最先端の戦闘艦となっているよ。日本の技術力って本当に誇らしいよね。最上型護衛艦は、海上自衛隊にて運用されている DE。近海及び沿海域での防衛警備を担当する小型護衛艦アブクマ型護衛艦6隻の後継として、基準排水量3000トンクラスの護衛艦として計画がスタートしており、既存の DE よりも多様な任務に対応可能なようにコンパクトでありながらも、従来の護衛艦にはなかった多機能性に重きを置かれており、これまで使用していた艦式号の DE コールデストロイヤー駆逐艦対戦対空対水上戦闘が可能な、中型から大型戦闘艦を艦せず、新たに FFM という F イコールフライゲートイコールフリゲート艦対戦防空能力を有する、揚陸部隊や小船弾頭の護衛を任務とする中型から小型戦闘艦を艦する、今までにない新しい護衛艦として誕生したんだ。最上型護衛艦は、平成30年度中期防衛力整備計画31中期防2隻の建造が承認され、それ以後毎年2隻ずつ建造されていき、予定では、地方隊に所属するアブクマ型護衛艦及び朝霧型護衛艦を全て代替するために22隻の建造を予定しているよ。そして、一番艦のタイプシップ最上は、三菱重工業長崎造船所において、2022年3月に偽装が終了して収益する予定となっているみたい。この F を艦する艦式号が付与された護衛艦を海上自衛隊が保有するのは、
戦後米海軍から貸与されたタコマ級フリゲート艦を元として運用された。姿護衛艦が除籍された1972年3月以来、50年ぶりの出来事となるぜ。この最上型護衛艦は、基準排水量3900トン、満載排水量5500トン、全長 133.0 メートル、全幅 16.3 メートルと比較的コンパクトな艦体となっており、燃費効率の高い CODAG 方式による機関を採用して最大出力7万馬力を有し、最大速力は30ノットとなっているよ。建造費については、1隻あたり約460億円で、通常の護衛艦の建造費の3分の2となっているんだ。日本は技術力は確かなものだけど、その分コストがかかっちゃうのがネックだからね。その辺を課題として取り組んでいけば、文句なしで世界トップクラスになるよ。比較として、最新の汎用護衛艦である朝日型護衛艦2018年収益のスペックとしては、基準排水量5100トン満載排水量6800トン、全長151メートル、全幅 18.3 メートル、となっており、一回り以上小型の艦隊となっているね。建造費用も701億円であり、最上型は朝日型の約 66% の費用で建造されたことになるんだ。なお、1988年に収益した朝霧型汎用護衛艦の満載排水量は4900トンであり、現在建造が進む FFM 最上型護衛艦よりも汎用護衛艦でありながら小型な艦隊となっていたんだ。これは、現用の汎用護衛艦は高性能な機器や武装を多数装備することを可能とするために大型化してしまったことが要因であり、汎用護衛艦の大型化によるコスト高が新たに FFM という艦種を生み出した要因の一つでもあるよ。最上型護衛艦の外観上の特徴としては、ステルスマストが採用されていることであり、これはメインマストとマストに設置する機器をカバーで覆うことでステルス性を高めたもので、2000年代より諸外国の戦闘艦で採用が進んでいるんだ。ミリタリーファンからは、ステルスマスト採用艦はどれも似たような艦形となっており、艦ごとの個性が乏しくなっているとの意見が聞こえ、その受けは良くないようだな。最上型護衛艦は、この他にもステルス性を高めるために、艦体全体のレーダー反射面積 RCS の低減を意図したデザインを多く採用しており、主艦隊と上部構造物には傾斜が付けられており、前甲板から飛行甲板下の5端までナックルラインとなっているね。また、上甲板における装備の配置は、これまでの護衛艦からは大きく異なっており、これまでは前甲板に設置されていた糖尿病関連の機器や偽装は艦内配置とされた他に、上部構造物を両舷いっぱいに張り出すようにデザインされており、両舷に設置されていた上甲板の露天通路が艦内設置となっているよ。搭載兵装としては、62口径5インチ速射砲1門、RWS 遠隔操作式無人重火式 12.7mm 機関12機、シーラム近接防御火器1機、人7式 SSM 艦隊艦誘導弾4連装発射筒2機、324mm 3連装単魚雷発射艦2機となっており、後日装備予定として、マーク、41VLS16 セルを1機搭載が予定されているみたい。VLS が後日装備扱いとなったのは、建造時には搭載予定の国産の新型アスロックが完成していなかったため、新型アスロックが完成次第、VLS を装備することとしたんだ。また、朝日型護衛艦より採用された、複数の艦で共同して潜水艦を探知する機能であるバイスタティックオペレーションが可能となっており、従来探知が困難であったステルス性を有する潜水艦についても、その探知能力を飛躍的に向上させているぜ。艦載機としては、SH-60 軽障海ヘリ外機器搭載可能となっており、対水上対潜水艦戦闘に主眼を置きつつ、対空戦闘能力は艦載砲及び近接防御火器に依存した限定的なものになっているよ。対空戦闘能力が最小限となっているのは、同艦は日本沿岸部の防衛及び警備で使用することを想定した艦であるため、敵航空戦力の迎撃については、航空自衛隊の防空能力に任せた方が理にかなっているということであると思われるね。そして、他の護衛艦にはない最上型独自の特徴として、対機雷戦能力を有していることなんだ。そのため、現在海上自衛隊が進めている、掃海部隊の削減によって生じた対機雷戦能力の低下を最上型護衛艦にて補完することを目指したものだね。最上型が有する対機雷戦装備は、対機雷戦ソナーシステムの99911が搭載され、機雷の排除には、
無人機雷排除システム水上無人機 USV と機雷捜索用の無人機 UUV、栄光型掃海具を使用することとなっており、安全かつ確実に機雷を排除できるよう最新の装備が搭載されることになっているよ。また、この機雷捜索用の無人機 UUV は、自立型水中高層式機雷探知機 OZZ5 が採用されており、制御は自立駆動となっており、これまでよりも広範囲の捜索が可能になっているほか、サイドスキャンソナーとして高周波低周波合成海溝ソナーを採用しており、これによって高周波にて小型ステルス化した機雷を探知し、低周波では泥質海底に埋没した機雷を高精度で探知できるようになっているんだって。このほか、情報統合システム CUNISR として、艦船運航システム、艦船維持管理システム、艦内外通信システム、指揮統制システム、各種武器システムなどをオープンアーキテクチャ OA 化して、それを標準化されたネットワークシステムへ組み込む形でシステム構成がなされているぜ。これは、今後、艦の兵装やシステムをアップデートしていくことを前提にシステム設計がなされているということであり、当初は最低限度の装備ベースラインで収益していき、その後、状況によって順次追加装備やシステムアップデートを行うことで、その時代に即した能力向上を容易に実現できるようになっており、艦の陳腐化を防ぐことを狙っているな。そして、最上型は他国の同規模の艦と比較しても大幅な省人員化が図られており、定員は90人となっているんだって。また、女性専用区間も設けられており、慢性的な人員不足に悩まされている海上自衛隊にとっては非常に有用な艦となっているってわけ。さらに乗組員もクルー制を採用しており、3隻に4組のクルーを配置することで、1組を休養に当てたとしても残り2組が訓練及び運用に当たることで、艦の運用効率を高めつつ、確実に艦の整備も実施できるとされているよ。機能性はもちろんだけど、乗組員のことまで考えて、細かい部分にまで気を使っているのが日本らしいよね。今回の最上型での省人化、省力化、コスト低減などは、米国の LCS での取り組みを日本版にアレンジして試しているという見方もあるんだ。米海軍では LCS の価格高騰、能力不足によりその取り組みは失敗に終わったけど、米軍とは違い、近海防衛任務を主とする最上型であれば、LCS のコンセプトに合致する可能性もあるため、最上型の今後に注目が集まっているよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。日本周辺国が日本本土を攻撃できる弾道ミサイルは質量ともに多数存在しており、弾道ミサイル防衛能力の向上は喫緊の課題となっているよな。北朝鮮や中国、ロシア、日本は大きな軍事力を持った国々との間に問題を抱えているもんね。防衛省は弾道ミサイル攻撃から国民の生命財産を24時間365日守り抜くための能力を、抜本的に向上させることが可能であるとしてイージス・アショア2機を導入すると2017年に決定したよ。さて今回は、次期最大級護衛艦イージスシステム搭載艦について、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。さて、イージスとはギリシャ神話の女神アテナが用いる盾のことだね。しかし、2020年12月18日、諸問題点を解決できずイージスアショアの配備を断念し、これに変えて、既存のイージス艦よりもはるかに高い迎撃能力を有するイージスシステム搭載艦2隻を整備すると発表したんだ。敵が発射したミサイルを迎撃するだけでは確実な防衛はできないからな。敵はミサイルを保有するだけ撃てるんだから。上記決定を盤石のものにするため2022年12月16日に敵のミサイル発射基地などを叩く、反撃能力の保有を明記した国家安全保障戦略、国家防衛戦略、防衛力整備計画の防衛3文書が閣議決定されたよ。日本の周辺では北朝鮮がミサイル発射を繰り返し、ロシアはウクライナを攻撃しており、いつ矛先を変えるかわからないもんね。ウクライナを攻撃する前に、日本を攻撃する案もあったと報道されているほどだし。中国の軍事力の整備は特に進んでいて、日本は最悪の事態も見据え、迎撃だけの防衛から反撃能力を保有する防衛へと、安全保障政策を大きく転換したってわけだな。反撃とは、敵が日本を攻撃したその手段を叩き潰して、再度の攻撃を阻止することだね。敵の攻撃を理由に敵地攻撃をすることではないから、
限定目標の攻撃になり、攻撃してきた敵の手段に反撃する手段は、対ミサイル攻撃、対電子戦、対艦攻撃、対空攻撃、対地攻撃、将来的には対衛星攻撃に発展すると思うよ。対電子戦、対艦攻撃、対空攻撃、対地攻撃、対衛星攻撃についてはそれぞれの専門部隊が実施すべきで、イージスシステム搭載艦は飛来するミサイルの迎撃とミサイル発射母体に対する反撃を専門に実施する護衛艦であるべきなんだ。日本の周りは海となっていて、敵のミサイルは海を渡ってくるよね。渡ってくるミサイルとその発射母体を撃滅することがイージスシステム搭載艦の任務ってわけ。2022年12月16日ウクライナは電力不足により全国で緊急停電を実施していて、ロシアが撃った98発のうち60発は迎撃したんだけど、撃ち漏らしたミサイルが電力設備を破壊したんだ。ウクライナの送電網はこの日まで2000発以上のロケット弾とミサイルによるロシア軍の攻撃で大きな被害を受けたと、送電網運営会社ウクルエネルゴが発表しているよ。迎撃ミスはないようにしてもらいたいよね。訓練、整備などのために常時周辺海域で任務遂行できる艦数は限られてしまい、イージスシステム搭載艦2隻では到底足りないよな。敵の弾道ミサイルの弾道の下に位置しないと迎撃は難しいぜ。日本の周りで常時警戒し、確実なミサイル防衛を実施するためには、警戒常駐海域を日本海に最低2カ所、東シナ海、太平洋の計4カ所以上を設定する必要があり、各海域に常駐、訓練、補給整備をローテーションで行うと3隻は必要になってくるんだ。またミサイルの再補給は洋上ではほとんどできず、港へ帰らなければならないよ。太平洋に1カ所は少なすぎるけど、太平洋への敵艦艇の進出は事前に把握できるだろうね。つまり4プラス海域に3隻で、計12以上のイージスシステム搭載艦を保有する必要があると思うよ。海上自衛隊は令和4年時点で既存のイージス護衛艦を8隻保有しているんだけど、これらの艦は本来的に護衛艦隊の対空防護任務を遂行する艦で、外洋で活動するんだ。日本本土を弾道ミサイルの攻撃から守る任務を遂行する艦として初めて、イージスシステム搭載艦が整備されることになったってわけだね。2500年前の中国で書かれた兵法書孫子は敵を知り、己を知れば百戦危うからずと説いていることからも、まず、日本本土を攻撃してくる可能性のある日本周辺国の弾道ミサイル、巡航ミサイルの主要なものについて見ていこうと思うんだけど、ロシアの超音速対艦巡航ミサイルツィルコン等の対艦、対空、対戦ミサイルは除いているよ。まず、中国が日本本土攻撃に使用することができるミサイルなんだけど、中国及びロシアは、極超音速滑空体 HGV 及び極超音速巡航ミサイル HCM をはじめとする極超音速兵器を開発中みたい。マッハ5を超える極超音速兵器は弾道ミサイルよりも飛行高度が低く、複雑な軌道を取ることができるため、探知、揚撃が困難になるんだ。中国は弾道ミサイルに加えて、巡航ミサイル YJ-18 を開発しました。YJ-18 は固体燃料ブースターで発射し、ターボジェットエンジンで巡航し、週末は固体燃料で速度を上げ目標に到達する機能を持っていて、さらにまた、中国は YJ-18 を発展させた CJ-100DF-100 東風100を開発しており、このミサイルはターボジェットをラムジェットエンジンに変えて速度を上げ、射程も伸びているみたい。中国、ロシア、アメリカも極超音速兵器の開発と配備を進めており、弾道ミサイルに加えて巡航ミサイルも日本の安全保障にとっては大きな脅威となってきたな。今や、極超音速兵器により日本の安全保障環境は劇的に変化していて、低空軌道を飛ぶ巡航ミサイルや極超音速ミサイルの迎撃はかなり難しいぜ。中国の人民解放軍は1966年に編成した戦略ミサイル部隊である第二砲兵を2015年にロケット軍と改名していて、日本を射程に収める信用基地には、射程距離1750クム以上の DF-21 や DF-31 が多数配置されているんだって。2022年8月に中国が行った軍事演習で、
与那国島から80km の地点に弾道ミサイルが落下していて、2020年からロケット軍は戦略抑止能力強化のための長期近代化計画を進めているよ。2020年だけで250発の弾道ミサイル実験訓練を行っており、これは中国以外の全ての国を合わせたものよりも多いんだよね。米国防長官府が発表した中国の軍事力に関する年次報告書2021によると、弾道ミサイルのうち射程線から 3000km 程度の準中距離弾道ミサイルを中国は600発以上保有しているとされているみたい。次に北朝鮮が日本攻撃に使用することができるミサイルだけど、北朝鮮は各種の弾道ミサイルの実験を繰り返し、日本を射程圏に収める弾道ミサイルを多数保有しているんだ。北朝鮮は2022年11月18日、片手世界最大級の大陸間弾道ミサイル火星17号の発射実験に初めて成功していて、この火星17号は最高高度 6040.9km まで上昇し、宇宙ステーションの高度は約 400km で15倍以上の高さまで上がっていて、2022年3月25日北朝鮮は、火星15号を高度 6000km に達し1時間以上飛行した後、日本の排他的経済水域 EEZ 内に落下させているよ。また、10月4日には、火星12号を発射し、日本の東方約 3200km の太平洋に落下させていて、飛距離は 4600km、最高高度は 1000km と推定されているんだ。北朝鮮のミサイルが日本上空を通過するのは2017年9月15日以来、5年ぶりで7回目となっていて、北朝鮮の技術が一層進んでいることが伺われるよ。次にロシアが日本攻撃に使用することができるミサイルだけど、ロシアは多種類のミサイルを製造しているね。中でもカリブルは今後数年間、ロシアの長距離攻撃の主力となると言われており、陸上攻撃型は諸情報を総合すると、米国のトマホークに近い性能を持っているぜ。対艦攻撃型の終末弾道は超音速で、致命的な兵器となり得るな。また対戦型もあり、魚雷発射艦から発射する対戦ミサイルのスタンダード版になるとされているよ。発射母体は地上の発射台付き車両 TEL、艦艇、航空機、潜水艦で、陸上攻撃型である 3M14T と 3M14KNAT を呼称 SSN30A は、射程が最低でも 1500km を超え、かつ地形追証も可能なんだって。北朝鮮が火星17号の発射実験に初めて成功した2022年11月18日に、ロシアは RS-28 サルマトサタン2の実験に成功したと発表していて、プーチンが2018年の年頭教書でアバンガルドは隕石あるいは火の玉のように目標に到達し、ミサイル防衛システムはもはや無力であると発表しているよ。このアバンガルドは RS-28 サルマトに搭載、搬送され、目標の近く約200クムで切り離されマッハ20以上で目標を攻撃する極超音速滑空体だね。さて、防衛省は令和5年度予算案にイージスシステム搭載艦の設計費やエンジン取得費を予算要求していて、構想ではイージスシステム搭載艦の基準排水量は約2万2000トン、全長約210メートル、全幅約40メートル程度として検討しているみたい。基準排水量約2万トンは出雲型とほぼ同じで、最新イージス艦マヤ型の2倍以上で、出雲より大きく、戦闘艦としては非常に大型の艦艇になる見込みだね。イージスアショアで配備する予定だった米ロッキードマーチン社製の大型レーダー SPY-7 を転用する前提で、既存のイージス艦レーダーより重いため、重心のバランスを取る必要があり、船体が巨大化するとのことだよ。同省は船体の大型化で揺れを低減し、極超音速兵器への対処やレーザー兵器の機能を追加できる拡張性を備える利点があるとしているんだけど、この大きさでは速度が 33km 毎時18ノットしか出せず、他の護衛艦が 56km 毎時30ノットで行動するときついていけないし、護衛艦の足手まといになるんだよね。既存イージス艦8隻など他の自衛艦との連携や共同運用も当然できなければならないからな。イージスシステム搭載艦は陸上のレーダー施設とともに敵にとって最優先撃滅目標で、
日本本土を狙ってミサイルを発射しても途中でイージスシステム搭載艦に撃ち落とされたらミサイル発射の意味がないわけだから、敵はまずイージスシステム搭載艦を撃破しようとするだろうね。したがってイージスシステム搭載艦には護衛のための護衛艦がつく必要があり、護衛がついたとしても、時間にも対空、対艦、対潜水艦戦能力は必要で、ソナーやヘリコプターも今や不可欠なんだ。日本近海で行動するにしても、護衛してくれる護衛艦がついていない状態で単独行動をすることは無茶で、その点から、イージスシステム搭載艦は、当初案より小型化し、機動力を高め既存イージス艦と同等の各種戦能力機動力を保持するよう計画されているみたい。当初計画の乗員約110名、この人員は既存イージス艦の約3分の1だけど、この乗員でこの艦の能力発揮ができるのかな。一部乗員は陸上自衛艦で構成され、艦船の維持運用に一部民間委託も検討されているらしく、上期防衛力整備計画に定められた陸上自衛隊から共同の部隊、海上自衛隊と航空自衛隊へ振り返される約2000人の定員はイージスシステム搭載艦要員にも充てるとの方針が示されているぜ。前述の防衛3文書のミサイル防衛に関連する部分を要約すると次のようになるよ。前述の防衛3文書のミサイル防衛に関連する部分を要約すると次のようになるよ。日頃から、相手国に力による一方的な現状変更は困難であると認識させ、侵略の意思を抱かせないようにする抑止力が必要である。侵攻を抑止する上で鍵となるのは、脅威圏外の離れた位置から対処を行えるスタンドオフ防衛能力等を活用した反撃能力であるよ。既存のミサイル防衛だけで完全に対応することは難しくなりつつある。この反撃能力については、1956年2月29日に政府見解として、憲法上、誘導弾頭による攻撃を防御するのに、他に手段がないと認められる限り、誘導弾頭の基地を叩くことは、法理的には自衛の範囲に含まれ、可能であるとしていたよ。しかし、日本はこれまで反撃能力を政策判断として保有してこなかったんだ。脅威圏外から対処する能力を強化するため、一蓋式地対艦誘導弾能力向上型地上発射型、艦艇発射型、航空機発射型、当初防衛用高速滑空弾及び極超音速誘導弾の開発施策を実施継続するんだ。イージスシステム搭載艦には大気圏外で弾道ミサイルを迎撃する RIM-161 スタンダードミサイル 3SM-3 だけでなく、大気圏内容で巡航ミサイル迎撃にも使える RIM-174 スタンダードミサイル 6SM-6 も搭載する計画で、また反撃に使用する装備品として一蓋式対艦ミサイル能力向上型艦上発射型を搭載する方向なんだって。また既存イージス艦に搭載する米国製の巡航ミサイルトマホークの購入を目指しているみたい。火星17号を迎撃する場合を例にとると、弾道ミサイル迎撃用 SM-3 ブロック 2A の迎撃最高高度が 1000km、最低高度が 70km とされていて、6000km から弾頭が誠空中を自由落下すると仮定すれば、高度 1000km から 70km は90秒となり、SM-3 ブロック 2A は90秒間にミサイルを迎撃しなければならないんだ。反撃のために TEL を一蓋式対艦ミサイル能力向上型で攻撃するとすれば、TEL はミサイル発射後すぐに移動するから、ミサイルを発射した TEL を撃破するとなると非常に難しい任務だね。情報衛星や全国各地のレーダーが捉えた情報を集約するジャッジと呼ばれる自動警戒管制システムとの連携が不可欠だな。中国のミサイルが100発単位で放たれ、飽和攻撃をされたら、イージスシステム搭載艦が搭載する迎撃ミサイルの数では到底足らない状態で、この点からもイージスシステム搭載艦と他のイージス艦や航空機との連携は不可欠なんだよね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。海上自衛隊の最新鋭の護衛艦として建造された艦艇が最上型であり、今年2022年3月に2番艦熊野、続く4月に1番艦でネームシップの最上が相次いで就役を迎えており、いずれもまず横須賀を母港とする掃海隊群に配備されたよ。
すでに命名を終えた最上方は3番艦の城が2021年6月、4番艦三熊が2021年12月、5番艦矢作が2022年6月に進水を終え、ほぼ年間に2隻のペースで寄港進水収益を行う形で全22隻の建造が予定されているぜ。中国に対する抑止力は大いに越したことはないもんね。備えあれば憂いなしってやつだよ。そうだね。さて今回は、海上自衛隊の最新鋭の最上型護衛艦について、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。最上型護衛艦の特徴は何と言ってもその艦隊のデザインにあって、従来の水上戦闘艦に数多く見られたような様々な装備品類の突起物がほとんど影を潜めている点で、敵のレーダーによる反射断面積の極小化を狙っていることが見て取れるみたいだよ。近年の各国海軍の最新鋭の艦艇でもこうしたデザイン設計は主流となりつつあり、その意味では個人的には最上型護衛艦の外観も一目見て海上自衛隊の艦艇だと識別することは困難で、そうした独自性を失ったことは残念にも思えるね。なるほどね。外観を見て識別することは困難だろうし、独自性がなくなっているのは少し残念だけど、突起物が影を潜めていて敵のレーダーによる反射断面積の極小化を狙う考えはすごいと思う。こうした近年の世界各国の各分野でのステルス性を追求した兵器設計は、何も水上戦闘艦艇のみに限らず戦闘機等にも奥に柄を感じさせない類似のデザインを氾濫させており、その傾向は強まりこそすれ弱まることはなさそうだな。さて最上型護衛艦だがその艦容が煮詰められた2015年時点では3000トン型護衛艦と呼称されていて、これが要求させる装備を搭載していく過程で 30% ほど排水量が増加し、現行の3900トンまで拡大した経緯を持つんだって。そのため実際の最上型護衛艦の使用は、基準排水量が3900トン、満載排水量が5500トン、全長が 133.0 メートル、全幅が 16.3 メートル、深さが 9.0 メートルとなっており、現在の国際的な水上戦闘艦の区分ではフリゲート艦に相当するんだよ。海上自衛隊では、かつて太平洋戦争時にアメリカ海軍が建造したタコマ級哨戒フリゲート艦のお払い下げを受けて、全18隻を1953年から1972年までの期間、クス型護衛艦と呼称して運用していたが、この時以来のフリゲート艦が最上型護衛艦であるぜ。ちなみにクス型護衛艦は、基準排水量が1450トン、満載排水量が2250トン、全長は 93.3 メートル、全幅が 11.4 メートル、深さが 5.3 メートルと、同じ区別のフリゲート艦といっても今の最上型護衛艦と比すれば、はるかに小型艦ではあったみたい。最上型護衛艦の建造にあたっては、防衛装備庁が2017年に初の試みとなる建造を担う造船会社の設計案を公募で募る形で進められ、これにジャパンマリンユナイテッド社、当時の三井造船社、そして三菱重工業社が応じてコンペが行われたんだよ。その上でこれら参加3社の建造案が吟味された結果、三菱重工業社の案が採用されることが2017年8月に決定されたが、評価の順位は2番目が三井造船社、3番目がジャパンマリンユナイテッド社とされ、三井造船社が下請けを担う体制となったらしい。その後、三井造船社は2018年に株式会社三井 ES ホールディングスへと社名変更を行い、さらに昨年2021年には艦艇建造にまつわる事業を分離させ新会社の株式を三菱重工業社に譲渡し、三菱重工マリタイムシステムズ社へと推移して現在に至っているみたいだな。そのため最上型護衛艦の2番艦である熊野は、2019年の寄港時には三井 ES ホールディングス社、今年2022年3月の収益時には三菱重工マリタイムシステムズ社と、運営主体が変更する狭間で建造が進められた稀有な艦艇となったんだよ。現在の最上型護衛艦の構想が始められた当初は、艦隊を未導線形とするデザイン案や、推進方式にウォータージェット式を採用するなどの案も存在したとされるが、いずれも実採用には至らず、設計としてはオーソドックスな形でまとまっているぜ。いろいろなデザイン案もあったにもかかわらずどれも採用には至らなかったんだね。最上型護衛艦の主兵装は対艦攻撃用途としては、アメリカ海軍の MK45、5インチ砲である 127mm の62口径の単身砲撃機や、国産の人7式艦対艦誘導弾の4連装の発射機2機を備えており、前者は砲弾によっては対空戦闘にも使用されるみたい。127mm の62口径の単身砲は最大射程距離はおよそ 37km ほどで、国産の人7式艦対艦誘導弾は陸上自衛隊の人2式地対艦誘導弾を艦載用に回収を行ったもので、その最大射程距離はおよそ 200km 以上と目されているんだって。
ただし中国海軍の 052D 型訓民旧駆逐艦や 055 型南アキラ旧駆逐艦が搭載している対艦対地攻撃用の巡航ミサイル YJ18 は、最大射程距離が 600km にも及ぶとする見方もあり、人に意識地対艦誘導弾の能力向上型の実装が必須になるだろうな。この対艦ミサイルの分野においては現状では日本は中国の装備よりも射程距離で大きく劣っている可能性が高く、日本政府が打ち出しているスタンドオフミサイル構想を、一日も早く実現する必要性が高まっていることは間違いないみたいだね。また最上型護衛艦では、これ以外にも最大16セルの VLS 垂直発射艦を搭載する予定ではあるが、装備する兵装の選定に時間をかけ、後日の予算で取得装備することとなっており、現状は収益時点では備わっていないらしいな。また VLS 垂直発射艦で運用する兵装においても現時点で確定とされているものは、国産の丸7式垂直発射魚雷投射ロケットのみであり、これは対潜水艦戦闘を考慮したもののため、対艦対地攻撃用の兵装については未定であるんだって。ただしこうした各種兵装の中でも、最上型護衛艦の最大の特徴となっているのは、従来はもっと小型の艦艇である掃海艇が担ってきた対機雷戦闘の装備意識を、フリゲート艦サイズの大型艦でありながら備えているという点だろうな。最上型護衛艦は対機雷戦闘に対処するため、その専用の OQ-911 ソーナーシステムを搭載し、機雷探知用の UUV 自立型無人潜水機と機雷の排除そのものを行う、USV 無人水蒸気を運用する能力を兼ね備えた艦艇であるんだよ。機雷探知用の UUV 自立型無人潜水機は三菱重工業者が製造を担当しており、OZZ5 自立型水中高層式機雷探知機として2017年に最上型護衛艦に搭載する目的で装備化が確定。その中身にはフランスのタレス社との協業も行われているよ。OZZ5 自立型水中高層式機雷探知機の2020年度における取得単価は、1機当たりおよそ13億8000万円となっており、同機は近年探知が困難とされてきた海底部の沈底型の機雷や、埋没型の機雷に対しても安全な探知を行うツールとして期待されているらしいぜ。最上型護衛艦はこうした装備によって敵の付設した機雷を除去する機能を有する一方で、自らも機雷を付設する機能も備えており、艦尾に設けられた投下用のハッチから機雷を落とし、有事の際には特定の海域を封鎖することを起としているんだよ。具体的に日本側が機雷の付設を想定していると考えられているのは、北の宗谷海峡、津軽海峡、北方領土の周辺の海域、そして南は津島海峡であり、かつての冷戦時期と同じくロシアの艦艇を日本海に封じ込める戦略がベースだろうな。また最近では中国軍による南西諸島方面への軍事的な圧力の増加に対処することが、日本の防衛の喫緊の課題となっていることから、それらの島嶼部に向けた水陸両用の作戦の遂行を、海上自衛隊の掃海隊群が担っている点も注目されるらしい。こうした島嶼部の奪還などには陸上自衛隊が編成している水陸機動団が直接の部隊として投入されると目されているが、それらの行動の前段階を支援する戦力としても最上型への期待は大きく、多彩な用途での投入が見込まれているんだって。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。
国産自立型水中高層式機雷探知機 OZZ5 の最新情報をキャッチしたよ。確かこの OZZ5 は海上自衛隊の最新鋭護衛艦である最上型護衛艦で搭載予定なんだよな。最上型のさらなるパワーアップが見込めるってわけだね。最上型は少人数での任務遂行が可能な多機能護衛艦でハイテク防衛装備がふんだんに搭載されているからね。さて、今回はそんな最上型に搭載予定の OZZ5 を詳しく見ていくよ。それじゃあ行ってみよう。海上自衛隊の最新鋭護衛艦最上型 FFM は22隻の建造が計画され、三菱重工業長崎造船所において偽装が進められているよ。一番艦の最上が、2022年4月28日に就役する予定なんだけど、その最上型護衛艦に搭載される予定の自立型無人水中高層隊、アンマンドアンダーシービークル UUV について、4月20日から22日まで東京ビッグサイトで開催された。国際海事展シージャパン2022で、防衛装備庁がその詳細を明らかにしたんだ。最上型護衛艦はこれまで海上自衛隊になかった艦級で、FFM という艦式号が与えられ、これはフリゲート艦を表す FF と、多目的マルチファンクショナルと機雷マインの頭文字の M を合わせたものであるとされるんだよね。フリゲート艦って？フリゲートは現在では、一般的には対潜防空能力を有していて、揚陸部隊、補給部隊、小船団などの護衛を主な任務とする艦の呼称だな。艦隊サイズとしては概ね駆逐艦より小さく、コルベットより大きいとされ、今回域での活動から遠洋での活動にも対応可能な航行性能を持っているぜ。この FFM 最上型護衛艦の構想が明らかにされたのは2013年12月に発表された。いわゆる25大港で、海上自衛隊における情報収集警戒監視任務が増大していることに対応するため、護衛隊軍に所属しない護衛隊艦番号が10番台あるいは2桁の護衛隊を5個から6個に増やし、保有する護衛艦を47隻から54隻に増強することになっていたんだけど、この2014年から2024年の間には冷戦期に整備した旧式化した護衛艦4隻が退役する予定であったことから、それらを入れ替えつつかつ増強を実現するために、多様な任務への対応能力の向上と艦隊のコンパクト化を両立させた新型艦艇として計画されたものなんだって。この時点で FFM は多機能護衛艦 DEX と称されており、従来の近海沿岸海域の防備を担う DE アブクマ型護衛艦の後継艦種とされていたよ。このアブクマ型護衛艦は基準排水量2000トン満載排水量2900トン、全長 109.0 メートル最大幅 13.4 メートルであるのに対して、最上型護衛艦は基準排水量3900トン満載排水量5500トン、全長 133.0 メートル最大幅 16.3 メートルと一回り大きな設計となっていて、沿岸警備から外洋の航行も可能とされているんだ。防衛装備庁による当初の公募では、多様な任務への対応能力の向上と船体のコンパクト化の両立が求められ、2015年時点では3000トン型護衛艦と称されていたんだけど、最終的にはその3割ほど大型化した3900トン型護衛艦となったみたい。実は1番艦最上よりも一足早く2番艦熊野が2022年3月22日に、岡山県の三菱重工業マリタイムシステムズ旧三井 ES 造船玉の艦船工場で就役し、海上自衛隊横須賀基地の掃海隊群に配備されているんだけど、これは1番艦最上の機関運転試験の際に脱落した部品を吸い込んでしまった。ガスタービンエンジンが損傷し、工事の進捗が遅れたためなんだよね。最上型護衛艦は、現在3番艦の城と4番艦三熊がそれぞれ浸水し、三菱重工業長崎造船所において偽装工事中となっているよ。2番艦が熊野が掃海隊群に配備されたように、従来の護衛艦にはなかった対機雷戦能力の導入が最上型の特徴であり、これは、近年の日本周辺における国際情勢の変化が背景となり、主要国の間で大規模武力紛争が生じる可能性が低下したことに伴い、海上自衛隊では掃海部隊の規模縮小が検討されるとともに、南西諸島など日本周辺の島嶼防衛のための水陸両用作戦を掃海部隊が支援することになったためなんだ。つまり、現在保有している機雷掃海用艦艇の退役を進めた後も必要な対機雷戦能力を担保し、対中国を意識した島嶼戦において、対機雷戦を含む水陸両用作戦支援を遂行する艦として、期待されているのが最上型護衛艦なんだよな。最上型護衛艦は、その強力な主砲火力という UUV によって、機雷の掃討と上陸部隊の支援、および敵前掃海に対応すると見られており、そのために各種装備品が搭載されているよ。対機雷戦のために最上型護衛艦に搭載されているのが、対機雷戦ソナーシステム OQ-91 で、対機雷戦において、
可変深度式ソナーバリアブルデプスソナー VDS による機雷の捜索とその種類の判別を実施するとともに、近隣に展開している味方の掃海艦艇や掃海ヘリコプター、掃海母艦などからの情報と時間の各種センサー情報を統合し、あらかじめインプットされた戦術思想に基づいた情報処理を行い、作戦全般における情勢判断及び行動意思決定を支援するための機能を有しているとされているんだ。さらに最上型護衛艦の対機雷戦能力を向上させるために搭載されるのが、無人機雷排除システム用水上無人機 USV と機雷捜索用無人機 UUV で、どちらも三菱重工業によって開発製造が進められているってわけだな。今回その詳細が明らかにされた自立型無人水中高層対アンマンドアンダーシービークル UUV だけど、自立型水中高層式機雷探知機 OZZ5 は、防衛省技術研究本部が2017年に開発し、装備化して三菱重工業が製造しているもので、自立的に障害物などを回避しながら海中を航走し、機雷を探知するものとなっているよ。近年の機雷は、ステルス機雷などの探知しにくい機雷沈艇機雷や、旋回域などで泥中に埋没した機雷埋没機雷など、これまでの探知機では探知困難な機雷が出現していて、木製の掃海艦が機雷源に侵入して直接機雷捜索をすることが危険で困難になっており、このような探知困難な機雷を安全に探知するために開発されたのが、無人で広範囲を自律的に動いて機雷を探知する水中無人機 OZZ5 ってわけだな。日本ではすでに自律型水中環境モニタリングロボット REMUS100 リーマス100を導入。旋回型として水中無人機 OZZ1、また改良を加えた機雷捜索用水中無人機小型 OZZ3 として運用しているほか、REMUS600 リーマス600を水中無人機 OZZ2、改良型として機雷捜索用水中無人機中型 OZZ4 として掃海艦で運用しているんだって。OZZ5 は全長4メートル直径 0.533 メートル重さ 900kg の大きさで、リチウム二次電池を動力として巡航速度4ノット最大速力7ノットデク時間の航走が可能とされ、海上自衛隊潜水艦と同じ X 舵によって超低速での安定航走が可能とされているよ。OZZ5 は、日本の NEC 社が開発した埋没機雷の探知に能力を発揮する低周波合成海溝ソナー LFSAS によって、埋没した目標情報だけでなく、沈艇機雷の画像情報なども得られるほか、フランスのタレス社が開発したステルス機雷などの、探知に優れた高周波合成海溝ソナー HFSASAMDIS によって高分解能な合成海溝処理画像を取得し、精緻な海底目標及び海底地形の情報が得られ、これら2周波の合成海溝処理画像を統合することで沈艇機雷の同時識別など、角度の高い機雷の探知識別ができるようになったんだよね。このように2周波の合成海溝ソナーを搭載して同時に作動させることが可能な水中無人機は OZZ5 が世界初で、これまでも世界的に評価が高かった海上自衛隊の掃海能力を、より一層の高みに押し上げると見られているよ。日本の海上自衛隊は世界でもトップクラスの連動らしいし、最新の装備の力も余すことなく発揮してくれるよね。なお、日本とフランスの防衛当局は次世代機雷探知技術の共同研究開発を推し進めており、双方が保有している掃海技術やノウハウ、強みを活用した上での成果が期待されているぜ。この OZZ5 の搭載によって FFM は、従来型の大型護衛艦を警戒監視任務から解放し、他国籍訓練や遠洋活動、訓練その他、大型護衛艦にのみ実施できる任務に専念させる一方で、警戒監視能力及び掃海部隊の戦闘力を大幅に引き上げるという、正しく他任務な活躍ができるようになるね。一方で、FFM はあくまで補助的、限定的な掃海能力を持つものであるため、当初奪還局面において本格的な大規模上陸作戦を敢行するためには従来配備されてきた掃海艦や、その他護衛艦等の戦力が欠かせないということは言うまでもないんだ。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録、よろしくね。今日は雑学クイズだよ。待ってました。早速行くよ。一人当たりのトイレットペーパー使用量が一番多い都道府県は？全然わからん。北海道。人が多いとこかな？東京。じゃあ正解行くよ。正解は、沖縄でした。日本人一人当たりの年間トイレットペーパー消費量を調査したところ、年間約50ロール、月平均4ロールを消費していることが判明したんだ。また、一人が1ヶ月あたりに使うトイレットペーパーの量を都道府県別に調査したところ、使用量トップは沖縄県で 6.19 ロールと、ダントツの結果に、2位は青森県で 5.34 ロールが続く。ちなみに、最下位の47位は大分県の 1.50 ロールで、
1位と比較すると約4分の1の消費量となっているんだ。以上、雑学クイズでした。最後まで見てくれてありがとう。ありがとう。2022年12月16日、日本政府はかねてより表明していた防衛費の増額とその使途となる防衛装備品の具体的な調達数等を、国家安全保障戦略、国家防衛戦略、防衛力整備計画の3つの文書で表明することとなったよ。すでに大枠の内容としてはこれまでも漏れ聞こえてきていたものが大半であり、そこまで目新しいものではないというのが大方の見方ではあったな。でも個別に見れば若干の相違点が感じられる部分も存在するよね。さて今回は防衛力整備計画で示された海上自衛隊の所要装備の体制について、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。今回特に着目してみたいのは、四方を広い領海で囲まれた日本の防衛を支える海上自衛隊についてであり、その主力の艦艇については従来の計画を継続しながら微調整が行われているように見受けるためだよ。まず今回の前の最後の防衛計画の対抗となった同2019年度分の内容では、海上自衛隊の主要装備は護衛艦54隻、潜水艦22隻、哨戒艦12隻、作戦用航空機190機という体制を目指す方向であることが定められていたんだ。これが今回の防衛力整備計画においては、護衛艦54隻、イージスシステム搭載艦2隻、潜水艦22隻、哨戒艦12隻、作戦用航空機170機とされており、イージスシステム搭載艦2隻分が増加、作戦用航空機20機が減少しているぜ。作戦用航空機に関しては新型機の9機体の能力の向上で数量自体の減少をカバーする方針だと思われるが、イージスシステム搭載艦については追加の種別の艦艇であり、大きな変更点と呼べるものだろうな。このイージスシステム搭載艦は、地上配備型のミサイル防衛システムの要と位置づけられていたイージスアショアの導入中止を受けて、その代替策として急遽建造することが決められた特殊な艦艇なんだ。イージスアショアはもともと秋田県と山口県の2カ所に配備することで、日本列島全体をカバーするミサイル防衛システムとして期待されていたものだったけど、発射した後のブースターの落下地点の制御が困難なことが発覚したよ。狭い日本の国土においてはこのブースターの落下地点の安全性の担保が困難なことは致命的となり、一時は制御するソフトウェアやその開発によって回避する方法が施行されたものの、コスト的時間的に厳しいとの結論が出されたね。そのため、このイージスアショア導入用にすでに契約を行っていた SPY-7 レーダー2機や、発射装置をそのまま転用して艦艇に搭載しようというのがイージスシステム搭載艦であり、いわば苦肉の策で登場したものなんだ。このイージスシステム搭載艦、2022年夏場にはどうせ建造するのであればミサイル防衛用の兵装に止まらず、反撃能力の付与も同時に行うのはどうかと、兵装を強化した超大型艦となる構想も報道を賑わせたね。しかしその取ってつけたかのような大型化案は、その後の検討でやはり実現性、そして何により費用対効果が不明瞭と判断された模様で、現行の通常のイージス護衛艦と同程度のサイズで建造することに落ち着いているぜ。この現行のイージス護衛艦という括りが今回の防衛力整備計画の中ではポイントになっており、護衛艦54隻体制は従来通りの計画とはいうものの、その中で8隻だった現行のイージス護衛艦は10隻へと2隻増やされているよ。これは今回の安全保障関連の国家安全保障戦略、国家防衛戦略、防衛力整備計画の3文書の内容を履行するにあたって、防衛費の増額を成し得たこともあり、その結果として単体では最も高価なイージス護衛艦の増加を盛り込めたのだと思われるんだ。もともと365日24時間の稼働が陸上配備型ゆえに可能であったイージスアショアに比して、イージスシステム搭載艦はその設備を転用するとはいえ、艦艇であるための維持メンテナンスは避けられず2隻で同じ体制は行えないよ。そのためイージスシステム搭載艦が維持メンテナンスなどで任務を離れる場合には、
現状がそうであるようにイージス護衛艦がそのカバーを担う必要が生じ、現状で8隻しか保有していない貴重な同艦の行動が制約されてしまうんだ。今回のイージス艦を現行の8隻から10隻へと増加させることは、イージスシステム搭載艦の任務のカバーが不可避であるならば、イージス護衛艦の数自体を増やすことで対処しようという必要に迫られた対応なんだろうね。さてそのような状況が今回の防衛力整備計画では感じられる内容となっているんだけど、現行のイージス護衛艦について海上自衛隊は混合型4隻、アタゴ型2隻、そして最新鋭のマヤ型2隻の8隻を保有運用しているよ。これらの混合型、アタゴ型、マヤ型の3種のイージス護衛艦は、建造された時代によって徐々に艦隊は大型化はされているものの、すべてアメリカ海軍のアーレイバーク級ミサイル駆逐艦をベースにした艦艇だね。その中で最新鋭のマヤ型は当然最も規模が大きく、基準排水量が8200トン、満載排水量が1250トン、全長が 170.0 メートル、全幅が 21.0 メートルの艦隊を持ち、満載排水量で1万トン超級のため、巡洋艦と称されることもあるんだ。このマヤ型の規模艦は確かに本家のアーレイバーク級ミサイル駆逐艦の現在の最新バージョンである。フライト 2A をもしのぐものであり、今年から建造される予定のフライト3よりも数値上では上回るものとなっているぜ。マヤ型護衛艦は1番艦でネームシップのマヤが2020年3月、2番艦のアグロが2021年3月に就役を迎えているが、いずれもジャパンマリンユナイテッド社の横浜事業所の磯子工場で建造された艦艇となっているな。これまでがどうだったかといえば混合型は3隻が三菱重工業社の長崎造船所、1隻が IHI 社の東京第一工場、アタゴ型は2隻とも三菱重工業社の長崎造船所で建造されており、ジャパンマリンユナイテッド社はマヤ型が初めてのイージス護衛艦建造となっているよ。混合型とアタゴ型は機関部には複数のガスタービン機関を組み合わせた COGAG 方式を採用しており、数値上からは最大出力は10万馬力で最大速力は30ノットであり、このクラスの艦艇としては世界標準と言えるだろうね。マヤ型ではこうしたこれまでの機関部を改め COGLAG 方式としており、これは通常時の低速及び巡航航行ではガスタービン機関によって発電機を介しその電力を用いて推進し、高速航行には別の専用のガスタービン機関も直接駆動で稼働させるんだ。この COGLAG 方式の採用によってマヤ型は、最大出力は6万9000馬力で最大速力は30ノットと公表されており、先に挙げた混合型やアタゴ型に比すればカタログ数値は低下しているが、実用性と航続距離を優先したことが伺えるな。ただし厳密には混合型及びアタゴ型の最大速力は30ノット以上であり、これに比してマヤ型は約30ノットと評されているため、実際の最大速力も低下している可能性が高いが、対艦ミサイル等の攻撃から見れば大差はないと思うぜ。マヤ型にはイージス護衛艦として核となる兵器種システムとしては、AWS イージス武器システムとしてベースライン J7、弾道ミサイル防衛システムとして BMD5.1 の2つを統合して搭載。迎撃用ミサイルの SM6 は後日装備となっているね。ただしマヤ型には CEC 共同抗戦能力が海上自衛隊の艦艇としては初めて実装されており、友軍の艦隊の艦艇と共同して脅威となる敵への射撃管制に必要な情報を即時共有できるもので、今後の必須の能力となることは間違いないよ。こうした機関部や戦闘システムにおいても一口にイージス護衛艦といっても、従来の混合型やアタゴ型から進化を遂げているのがマヤ型だけど、海上自衛隊の中では次の新造艦はまた別の艦級になるとの見方が有力みたい。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。2022年12月21日、長崎県長崎市の三菱重工業社の長崎造船所において、昨年2021年6月に寄港されていた海上自衛隊向けの最上型護衛艦の6番艦が進水を迎え、阿賀野と命名する式典が取り行われたよ。
阿賀野の艦名は福島から新潟にかけて流れる、日本海に注ぐ一級河川の阿賀野川に由来するもので、太平洋戦争時に阿賀野型二等巡洋艦のネームシップとなって以来、海上自衛隊では初の使用となった名称だな。大日本帝国海軍時代の阿賀野は1942年に就役し、第三艦隊の中の第十戦隊の機関を務めたものの、1944年2月にトラック島の沖合でアメリカ海軍潜水艦の魚雷攻撃を受け、撃沈され艦命を終えた悲劇の艦でもあるんだよね。阿賀野型二等巡洋艦は1番艦である阿賀野以下、2番艦の城、3番艦矢作、4番艦佐向の4隻が太平洋戦争中に建造されたが、最後の4番艦佐向以外の3隻は今の最上型護衛艦に艦名が継承された形となったぜ。現在の最上型護衛艦は今回の6番艦の阿賀野以降も、7番艦が今年2022年6月、8番艦が8月に寄港が行われており、おおむね1年に2隻ずつが寄港され、それらが順を追って収益していくサイクルを保っているな。そうだね。さて今回は、海上自衛隊の最新鋭の護衛艦、最上型6番艦の阿賀野が2022年12月21日に進水したことについて、詳しく解説していくよ。それじゃ行ってみよう。ゆっくりしていってね。これまで海上自衛隊において最上型護衛艦は、予算の確定から約2年を経て寄港。寄港から同じく約2年を経て収益を迎えるスケジューリングで数を増やしてきているが、現状では22隻が建造されることが見込まれているね。最上型護衛艦は1番艦でネームシップの最上が今年2022年4月、2番艦の熊野が同年3月と、最上の機関部のトラブルにより収益順が入れ替わったが、海上自衛隊の水上戦闘艦としては最新の艦級なんだ。使用上の最上型護衛艦は、基準排水量が3900トン、満載排水量が5500トン、全長が 133.0 メートル、全幅が 16.3 メートル、深さが 9.0 メートルとなっており、現在の艦級の区分上ではフリゲート艦に分類される大きさだね。また最上型護衛艦は機関部にはディーゼルとガスタービンを組み合わせた CODAG 方式を採用しており、燃費性能と高速性能の両立を図り、このサイズのフリゲート艦としても強力な7万馬力を発生させることが可能だぜ。この実現のためにイギリスのロールスロイスホールディング社製の MT30 ガスタービンエンジンを1機、ドイツのマン社製の 12V2833DSTC ディーゼルエンジンを2機搭載しており、スクリューは2軸となっているな。最上型護衛艦はこうした機関部の構成によって最大30ノットとされ高速の発揮を実現しているが、従来艦のように機関部専用の操縦室は設けられておらず、その始動と停止は CIC 戦闘指揮所で行う形式なんだって。さらに航行中の艦の速度の調節は艦橋から操作する方式であり、これら CIC 戦闘指揮所や艦橋に総艦要員を集中的に配置することで艦全体の運用に必要な人数の消費とかを行っており、乗組員の定数はおよそ90名と少ないんだ。昨今掲げられている消費とかを実行したってわけだね。前述した最上型の CIC 戦闘指揮所には、出入り口部分を除いて上下から見た場合にほぼ円形24基ものコンソールと、各種のモニター類が集中的に配置されており、ソーナーや機雷戦闘部門の機能も包括しているよ。最上型護衛艦は従来の艦艇と比して、コンパクトなサイズの中に対艦対空対地対戦用の各種の兵装を搭載することに加え、これまではもっと小型の掃海艇が担当してきた対機雷戦闘の能力も付与されていることが特徴なんだ。対機雷戦闘用の装備として最上型護衛艦は、専用の OQ911 ソーナーシステム、機雷排除用水上無人機 USV 及び機雷捜索用水中無人機 UUV の、2種類の無人機を運用する能力が与えられた稀有な水上戦闘艦となっているよ。最上型護衛艦は機雷排除用水上無人機 USV に対しては電波を介した通信を行い、機雷排除用水上無人機 USV と機雷捜索用水中無人機 UUV との間では音波を用いた通信を行う形式で、対機雷戦闘への対象になるんだ。
ここでも最上型護衛艦が搭載している機雷捜索用水中無人機 UUV とは、三菱重工業者が製造を実施している OZZ5 自立型水中高層式機雷探知機であり、2013年から4年の歳月をかけて実用化されたものだな。OZZ5 自立型水中高層式機雷探知機は、直径が 533mm、全長が 4.0m、重量 900kg、最大速力7ノット、4ノット巡航時で約9時間稼働。誘導は GPS 及び INS 方式で、リチウム二次電池を動力源としているぜ。この OZZ5 自立型水中高層式機雷探知機の高周波合成開口ソーナーには、フランスの軍需企業大手のタレス社製のものが採用されており、自衛隊の装備品として外国製といえばそのほとんどがアメリカ製という中では珍しい組み合わせだろうね。確かにアメリカを差し置いて採用を決めるなんて珍しいね。タレス社はかつてはトムソン CFS という企業名であったが、2000年にイギリスの軍需企業を吸収合併を行ったことを機に現企業名に改めており、フランス政府自身が 26.4% の株式を保有する筆頭株主で国策会社と言ってよいだろうな。さてここまでは最上型護衛艦の概要や特徴について述べてきたが、現在の日本が仮想敵国としている中国、そしてロシアで同様の位置づけとみなせるフリゲート艦についてその簡単な比較を行ってみたいと思うよ。まず中国ではこのクラスでの艦艇は054型郊外型フリゲートが挙げられ、同艦は細かくは試験艦である054型郊外1型と、その改良版でかつ量産型である 054A 型郊外2型の2種類に大別することができる艦艇なんだ。量産型である 054A 型郊外2型フリゲートは、基準排水量が3450トン、満載排水量が4050トン、全長が 134.0 メートル、全幅が 15.0 メートル、機関部は複数のディーゼルエンジンを組み合わせた、CODAD 方式を採用、最大で27,200馬力、27ノットを発揮するとされるよ。054A 型郊外2型フリゲートは最上型護衛艦が VLS 垂直発射艦を16セル搭載予定であることに比して、倍の32セルを搭載しており、兵装という点では強力であり、すでに31隻が収益、9隻が建造中と伝えられているね。今年2022年12月に日本が安保関連3文書の改定内容に関して、中国を事実上の仮想敵国として懸念していることを盛り込んだことに反応し、遼寧らの6隻の艦隊が東シナ海に進出したがこれに 054A 型郊外2型フリゲートも含まれていたみたい。続いてロシアだけど最上型護衛艦に相当するのはアドミラルゴルシコフ級フリゲートと目され、基準排水量が4500トン、満載排水量が5400トン、全長が 135.0 メートル。全幅が 16.0 メートルの艦隊を持っているよ。アドミラルゴルシコフ級フリゲートは2018年7月に1番艦が就役し、2022年12月時点までに2番艦までが就役済み、6隻が建造中と目されており、最終的には15隻が建造される可能性があると考えられているぜ。1991年に旧ソ連邦は自然崩壊を迎えたがその後継国家となったロシアでも財政難が続き、1990年代には海軍において大型の水上戦闘艦を建造する余力を完全になくしていたが、2000年以降の原油価格の高騰がその状況を変えたからね。世界的な原油価格の高騰は資源大国であるロシアに経済的な余裕を与える方向に作用し、そうした政治経済の流れの中で半ば偶然の産物とも言える悪運の強さで企画されたのが、アドミラルゴルシコフ級フリゲートだと言えると思うぜ。これをきっかけに、ロシアはさらに力を蓄えちゃったってわけだね。アドミラルゴルシコフ級フリゲートは最上型護衛艦と同様に機関部には CODAG 方式を採用。最大で5万5000馬力と30ノットを発揮し、兵装には054A 型郊外2型フリゲートと同じく、32セルの VLS 垂直発射艦を装備しているよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。